皆さんこんにちは。唯一天下を取った女性ピン芸人でおなじみの山田邦子さん。山田邦子が自ら告白した真田広之との濃密関係、一緒にお風呂入ったと衝撃の発言について紹介します。まずは山田邦子さんの経歴とプロフィールから紹介します。山田邦子さんといえば1990年代に漫才ブームに付随する形で巻き起こったお笑いブームで大注目されたタレントさんです。看板組も多数持ち、多い時ではレギュラー番組を14本も持つなど、女性で唯一天下を取ったお笑いタレントとの異名も持っています。山田邦子さんの名前が全国に広まったのは1989年から1992年にかけてフジテレビ系で放送されたバラエティ番組ほうちゃんの山田かつてないテレビで、それ以降は山田邦子さんの名前が入った看板組を複数持つようになりました。またバラエティ番組だけではなく CD も発売していて、当時大人気だった女性アイドルデュオウィンクのパロディユニットである山田かつてないウィンクでデビューし、さよならだけどさよならじゃないは当時の流行と相まって大ヒットを記録しました。そしてさらにはタカラトミーのリカちゃんシリーズで山田邦子さんをモデルとしたくにちゃんが販売されるほどの人気でした。タレント、歌手、おもちゃ業界など様々な業界で認知度を高めた結果、1996年に NHK から発表された好きなタレント調査で好感度1位を獲得しました。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いでスターダムの階段を上っていた山田邦子さんでしたが、突如1990年代後半に仕事が激減し、テレビでその姿を見る機会が少なくなりました。山田邦子さんの芸能生活がスタートしたのは1981年のことで、当時はタレントではなく女優業を正業としていました。1981年に TBS 系で放送されたドラマ野々村病院物語が女優としてのキャリアの第一歩目だったのですが、すぐにタレント業にシフトして以降、1990年代初頭までは順調に売れていたにもかかわらず、1990年代後半にはピタッと仕事が減り、その姿を見る機会が減りましたので、山田邦子さんのピーク時期は意外にも短いことがわかります。タレントの山田邦子さんが9月21日関西テレビのドットコネクトに出演し、若い頃の真田広之さんとのエピソードを語りました。真田さんは現在主演プロデュースを手掛けた将軍、将軍がエミー賞で作品賞、主演男優賞、主演女優賞を含む18部門を受賞しており、大変な快挙を成し遂げています。このニュースについて山田さんは、私真田くんと同位年でとても好きなんですよと笑顔で話しました。共演者の鈴木治さんが仲が良かった印象がありますねとコメントすると、山田さんはお風呂に一緒に入ったことがありますと驚きのエピソードを明かしました。その経緯について山田さんは次のように説明しました。当時陣内孝則さんや中井貴一さん、時藤三郎さんなど同世代の俳優たちとみんな仲が良かったんです。陣内さんの奥さんがモデルでよくみんなに食事を作ってくださって、しばらくの間頻繁に集まっていました。酔っ払うとお風呂に入っていたんですが、その時時藤さんと真田くんがカツラをかぶり、口紅を塗って女同士だから大丈夫かしらと言いながら一緒に入ってきたことがありました。その頃山田さんはメンバーの中で少し威張っていたため、懲らしめようと思って入ってきたんだと思いますと振り返り、体を隠しながら早く出てくださいと言っていました。とても仲が良かったですと話しました。最後に真田さんのエミー賞受賞について改めて感想を聞かれた山田さんは、本当に誇りに思います。私も頑張らなければいけないという気持ちになります。真田くんは非常にこだわりが強いので、侍の描写に少しでも誤りがあると許せなかったんだと思います。だからこそ細部にまでこだわって作品を作り上げたのだと感じますと感慨深げに語りました。山田邦子さんは若い頃芸能界で唯一天下を取った女性ピン芸人と称されたのですが、ピーク時期が短かったため、その活躍ぶりや才能の凄さを知らない人も多いのが実情です。ピーク時期が短かったのは山田邦子さんが
嫌われ干されたためだとのことなのですが、嫌われて干された理由について深掘りしてみました。山田邦子さんが突然テレビに出演しなくなったのは30代半ばの頃のことです。当時本人はテレビ出演が激減した理由について、ブームが終わったからではないかと述べていました。しかし世間では山田邦子さんの仕事が激減したことに対し、何か特別な理由があるのではないかと憶測する声も多く見られました。人気絶頂だった頃、山田邦子さんは所属事務所である太田プロのマネージャーから、現場に行かない限りギャラは出ないから、はってでも現場に行けと言われ、非常に過酷な労働環境で仕事をしていました。そのため毎日倒れる寸前まで働いていたと言われています。このような状況を見かねた番組スタッフやテレビ局の関係者が山田邦子さんの体調を気遣って仕事のオファーを減らしていったのではないかという見方もあります。したがって山田邦子さんが嫌われたり干されたりしたわけではなく、むしろ周囲が彼女の健康を心配して仕事量を調整した可能性が高いのです。とはいえ、仕事が多忙を極める中で、山田邦子さんには色恋沙汰も報じられました。1982年にはツーツーレロレロの時代に、大森歌右衛門さんとの交際が、週刊女性によってスクープされました。さらに、担当マネージャーや先輩であるビートたけしさんとの恋愛の噂も広まり、仕事以外の話題でも注目を集めました。1995年には既婚のテレビ局関係者との不倫が写真週刊誌フォーカスで報じられ、そのお相手とは最終的に2000年1月に結婚しました。このため当時は略奪婚だと大きな騒ぎになりました。いくらタレントとはいえ、こうした数々の色恋沙汰が報じられるとテレビ局や制作サイドとしても使いにくくなるのは自然なことです。さらに1995年12月に発売されたフォーカスによって山田邦子さんの恋愛スキャンダルが報道された際には、多くの芸能リポーターから追い回されました。特に井上公造さんとは因縁があり、彼からの交際に関する質問に対して山田邦子さんは、お前はモテないだろう、バカじゃないのと突如罵倒しました。この罵倒シーンがワイドショーで放送されたことで山田邦子さんのイメージが大きく崩れ、結果的に仕事が激減したと考えられています。また山田邦子さんは数々のテレビ番組に出演し、非常に高い知名度を誇っていましたが、一方でマンネリ化も指摘されていました。彼女の露出が型になり、出演番組の視聴率が低下する中、どうしてこのタレントが好感度ナンバー1を維持しているのかという疑問やバッシングの声が高まるようになりました。1995年に NHK の大河ドラマ八代将軍吉宗で徳川吉宗の聖母上演員役を演じましたが、このキャスティングもミスキャストではないかと揶揄されました。上演員が農民の出身であるという説があり、当時庶民的なタレントとして人気を博していた山田邦子さんが選ばれたものの、視聴者の間では違和感があるという声が少なくなく、これがきっかけでバッシングが始まったとも言われています。山田邦子さんはデビュー当初芸能事務所に所属していなかったため、マネージャーがつかず、タレント業とマネジメント業務を自身で両立させていました。その後大手芸能事務所である太田プロダクションに所属し、給料が歩合制となったことで月収が6倍にまで跳ね上がったそうです。山田邦子さんによると、当時の最高月収は1億円に達したとのことです。当時は今とは異なり、給料は現金で手渡しされていたため、紙袋程度では収まりきらないほどの現金が毎月のように手元に入ってきていたといいます。もちろん最高月収が1億円というのが常に続いたわけではありませんが、全盛期の山田邦子さんの年収は10億円を超えていたのではないかとも考えられます。さてそんな山田邦子さんが全盛を迎えていた頃はバブル経済が崩壊して間もない時期でした。不況の影響が徐々に芸能界にも及び始め、各テレビ局では番組制作費を削減しようとする動きが見られるようになっていました。その影響はタレントにも波及し、特にメイン出演者であった山田邦子さんに対してテレビ局側は高額なギャラを支払っていたため、
制作費削減の対象にされるのも自然な流れだったと考えられます。ギャラの引き下げで済むならまだしも、当時の山田邦子さんに対しては視聴者の間でマンネリ化という声も上がっていたことから、ギャラの減額だけでなく番組降板という厳しい決断が下されてしまったのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。